皆様おはようございます。今日は11月13日、ライブ配信を開始いたしました。お天気は晴れです。外の様子をちょっとご覧になってこんな感じですね。ただちょっとこれがサイズが 起きて、こうですね。いかがでしょうか。画面には、OBS の画面はぴったし、はまっております。毎日ライブ配信しておりますけれども、時間は定刻は7時なんですけれども、今日は目覚ましをかけるのが忘れまして、こういう形になっております。7時35分。それでは今日のテーマであります、キーノートを表示していきます。はい、それでは再生いたします。2カメで撮っております。前のカメラと、そして横からのカメラですね。これを同期させたか、同期はかかってませんね。帽子をかぶっているシーンとかぶってないですから、別撮りです。1台のカメラで撮って、それを合わせてるという感じですかね。はい、ありがとうございました。2カメが配信しているという視聴ページでございます。そして3カメが今やったあれで、4カメが外の様子と、そして1カメがシステムの映像という形ですね。それで昨日ワクチン、オミクロンのワクチン第5回目の接種をしてきました。皆さんいかがでございましょうか。すでにオミクロンの方は第5回接種終わっていますでしょうか。だんだんオミクロンの接種会場も、なんちゅうか、慣れとでも言うんでしょうか、非常に手際のいい案内でもって、接種することができました。もう皆さん方、時間通りにちゃんと行動できて、次のグループという流れを案内の人が段取りよく取り組んでくださいまして、ドクターの方も非常に丁寧な言葉遣いで、接種をすることができるかどうか、そういうチェックも含め、また接種後の整然とした形で、会場の様子は、第5回ですからね、第5回になるとおのずと皆さん方ちゃんとできてるなというふうに感じました。ちょっとまた増えてきましたんでね、ちょっと心配なところがあるんですけれども、仕方ないかなという感じがいたします。子どもたちも暮れには帰ってくるということを話しておるんですけれども、さてどういうことになることやら、まだまだ心配な状況、増えてくるということは非常に仕方のないことなのかなというふうにも感じます。これだけ多くの方々が出歩いておりますし、日常生活に戻ってきつつある中で、寒さということでしょうかね。そういう寒さにオミクロンというのも増殖してきているのかなというふうに感じております。今日は11月13日大安でございます。良い一日を皆様お過ごしくださいませ。それでは今日の配信を終了いたします。ご拝聴いただきました誠にありがとうございました。ステップアップしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。